笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます？いい感じですね。いい感じですね。ご存知ですか？適正な馬体重です。嬉しそうですね。はあ、適正な馬体重です。元気ですね。クエストを達成しました。元気ですね。嬉しそうですね。ライバルも調子良さそうですね。ただいまより投票受付を開始します。いよいよ今年も大詰めです。1年を締めくくるグランプリレース有馬記念、いよいよスタートです。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はゴールドシップか、それともラブリーデイか。果たして先頭に行くのは、花を切ったのは北サンブラック、リアファルが上がってまいりました。ラブリーデイ、そしてそのうちに5番ラストインパクト、アドマイアデウス、1番内からサウンドオブアースでやります。その外からは6番ルージュバック、その後ろでやりましょうか、ゴールドアクター、その内にアルバート、そして外からはワンアンドオンリー、今日こそは勝利をものにしたい型のデザインと竹豊騎手、ゴールドシップはしんがりから言っております。さあ、前の方はどうなっているのか。サンバシンくらいの差をつけてリアファルが先頭です。10番北サンブラック、その外ラブリーデイ、ちょっとばらけてきました。内から1頭5番ラストインパクト、この辺りちょっと離れている9番アドマイアデウス、そしてその後ろから6番ルージュバック、内を通りましてサウンズオブアース、外を通ってアルバート、ゴールドアクターが並んでいます。外を通りましてワンアンドオンリー、1番型のデザイン、しんがりからゴールドシップでやります。さあ、先頭の方はどうなっているか。先頭行くリアファル、サンバシンリード、ちょっと離されまして10番北サンブラック、第3コーナーに向かいます。12頭外から1頭ラブリーデイ、そして4番手に5番ラストインパクトでやります。それから離されまして9番アドマイアデウス、ゴールドシップぐーんと上がってまいりました。その外に6番ルージュバック、さあこれは世紀のレース、世紀の一戦だ。
先頭行くピンクの帽子はラブリーデイ。さあ先頭はラブリーデイが2馬身リード。旗のデザインいい足で上がってきている。旗のデザイン懸命に追う。さあ抜けました。ラブリーデイ、旗のデザインが差を詰めてくる。内を通って旗のデザイン、ラブリーデイ1着。有馬記念勝ったのは11番ラブリーデイだ。惜しかったです。1着11番、2着1番、3着2番、以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？いい仕上がりです。適正な馬体重です。ご存知ですか？気合十分ですね。まずまずでしょうか。ところで気合十分ですね。適正な馬体重です。ご存知ですか？素晴らしいです。いい感じですね。余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。春の小馬戦線の勢力図を展望する一戦であります。さあ飛び出した12頭。5番スター投票、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。先行するのは何か。早くも行ったツインターボが先頭に立ちました。ヤマニンシアトル、外を通ってヤマニンゼファー、エルカーサリバーがその後ろ。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、その内からはミスタースペイン、それからストロングカイザー、
その後ろでやりましょうか。9番ワイドバトル、内から1頭東昇ヒューイ、12頭これから向こう正面でやります。石庭竜王、この辺りちょっと離れている。ムービースター、5番スター東昇が上がってまいりました。それからもう1頭10番肩のデザイン、前でやりますが前、これが先頭。12番ツインターボでやります。旗のデザイン、直線の伸び足はどうか。ツインターボが大きくリード、外から差を詰めてきている。旗のデザイン、旗のデザインが差を詰めてきた。石庭竜王かわした先頭に立った。外から1頭旗のデザイン、ワイドバトルが3番手、ワイドバトルが差を詰めてくる。石庭竜王が1着、あとは写真です。次に備えましょう。1着4番、2着。レースを終えた馬が戻ってきました。